はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画数学の確率丸2をお送りします。で、これでシリーズ2本目ですね。確率はで、今回は3問取り上げていくんですが、全部実際にね、公立高校で出された問題からピックアップしてやっていきます。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部3問取り上げてと解説やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあいつも通りこれ問題外すんですが、まずね、画面ちょっと下げますんでお待ちください。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、止まった。ちょっと行き過ぎたかな。この辺でいきましょうかね。じゃあこれをまあ外して、よいしょ。じゃあ行きましょう。で、すでに1,2,3,4,5,1,2,3,4,5と全部書いてあるんですが、今回ちょっと意図があってこの3問を取り上げてます。ちょっとやり方が似てるのね。全部取り上げてるのは、1番はカード、2番はトランプで、3番は色玉と違うんだけど、解き方が似てるのでちょっとわーっと取り上げました。で、まず1番からいくんですけど、これはもうシンプルに5個数字がね、書いてあるカードがあると。で、これをよく切ってから1枚ずつ2回続けて引く。で、引いた順に左から並べて2桁の整数を作る。この時できた2桁の整数が4の倍数である確率を求めようっていう問題です。で、全部樹形図ね、もちろん書いていきます。で、今回カードを連続で引いてこう並べると。で、それで2桁の数字を作っているので、これも俺はね、俺の樹形図の書き方だから違くても構わないんですけど、俺基本的に左側の数字丸つけます。で、1から出てくる枝は連続で引いてるので、1、1で出てくることないです、これ。だから、1、2でしょ ?1、3、1、4、1、5と。で、2です。で、まあ、基本的に樹形図書くこと、書くときのポイントっていうのは、1、2と2、1を書くのか、それとも2、1が削られるのかっていう、まあ、そこがすごく大事になる。で、今回は、2、1残ります。で、2、2はないね。で、2、3。24、25となる。で、一応全部書いちゃうね。3の時、31、32、34、35。で、4の時が、41、42、43の45。で、ラスト。5の時が、51、52、53、54と。こうなります。で、確率が得意な子であれば、受験図書けなくても解ける子も多いです。このタイプの問題であれば。でも一応解説上全部書いてるんですが、そこは任せます、判断は。書いた方が安全かとは思ってるけど。で、これだけ。で、今回、なんで2、1を書かなきゃいけないか、削っちゃいけないかっていうと、1、2と2、1が別のものだから。どういうことか。今回、数字を2枚で引いてこう並べてると。で、2桁の整数作ってるから、1、2は12なんだよね。2、1は21のことだから。別のものでしょ。だから書かなきゃいけない。これはね。で、全部数えると、5、4、20だから20個あります。つまり答えは20分のになる。で、答えどっち行こうかな。ここでいいか。で、20分の、あとはこれが4の倍数になってるやつを探せばいいので、4の倍数12でしょ。で、ここはない。で、21ない。24か。ここ。で、30のとこは32なくて、40のとこないんだよね、これ多分。ないよね。で、50のとこは52が4の倍数になってるから4箇所。つまり、20分の4。で、約分絶対合わせないでね。もったいないからね。5分の1と。これが答えという感じになります。いいかな?で、次が2番です。で、2番今度トランプなんですが、で、これ多分解き方ないろんなパターンがあるかと思うんですけど、ちょっと元々の本編の数学の確率の動画で自分が解説してるやり方に寄せます。だからちょっと違うなと思うかもしれないんですが、答えが合ってれば基本的に大丈夫かとは思っておりますので、そんな感じで聞いてみてください。で、トランプのスペードのカードが1枚で、ハートとダイヤが2枚ずつあると。計5枚だね。で、そっからよく聞いて2枚のカードを同時に取り出す。その時1枚がハートで、1枚がダイヤのカードとなる確率を求めようっていう問題です。で、これはですね、色玉の時、あとね、3番の時も同じなんですけど、5個あるでしょ、結局。で、この数字を使って樹形図を書きます。だからほぼこんな感じになる、樹形図。で、ただし、
1、2、3、4、5、これだとどれがスペード、どれがハート、どれがダイヤってわからないので自分で決めます、こっから。で、これは任せますけど、順番で行くんだったらここスペードでいいよね。で、2、3がハート、4、5がダイヤとか自分で決めちゃってください。これは番号どこでも構わないです、別に。で、あとは樹形図を間違わなければいいと。で、樹形図同じようにやっていくと結局同時に2枚引くので、1と1、1はないね、同時に引くのに1が2枚引けないから。だから1、2、1、3、1、4、1、5です。で、次2の時で、さっきも言ったようにここは2、1が入ります。でもこっちは2、1が入りません。で、同じく2、2もない、引けないからね。だから2、3、2、4、2、5となる。これ1個ずつ枝が減るパターンね。4本、3本、次ここは2本です。で、3、4と3、5で、ラスト4の時は4、5、5の時はありませんという樹形図になります。なぜ2、1がダメかっていうと、これは今回同時に引いてます。で、ちょっとね、例えが悪いですけど、これが1だと思ってください。1のカード、これ2のカードね、まあ2のカードがスペードとハートになりますけど、1、2を引きました。これ1、2ね、ひっくり返します。2、1を引きました。これ同じものでしょ、結局組み合わせたら。だから同じものは書きません。なのでこれは2、1を書いちゃダメなんです。で、同じ理由で3、1、3、2も消えます。あるんで、こっちに、こっちもそうね、4、1、4、2、4、3はあるので消えると。で、枝が1本ずつ減っていく樹形図になるという感じになる。で、枝を数えていくと4、3、2、1だから10か、10分の、あとはハートが1、ダイヤが1のところを探す。で、まずここもスペード出てるから絶対ダメだもんね、ここないでしょ。で、ここだよね、2がハートなので、これも本当に気をつけていこうね。ハート、ハート、ハート、ダイヤ、ハート、ダイヤだからここ OK だね。で、これもハートです。で、ハート、ダイヤ、ハート、ダイヤだからこれ OK で、ここがダイヤで、ダイヤ、ダイヤだからダメなんだよね。つまり4だから10分の4で、絶対に約分を忘れずにして、これで正解となります。いいかな、まあ、こんな感じで、もちろんね、違うやり方でもいいと思うんですが、ひとまず自分はこれが好きなので数字をね、書いてやるっていうパターンで、最後が問題文めっちゃ長いんですけど色玉ですね。で、結局やってることは、大事なポイントを押さえていくと、袋の中に赤に白3が入ってるんです。でも書いてあるから言っちゃうんですけど、これも数字を使って樹形図を書きます。だから1、2、こっちが赤と白でね、じゃあひらがなでいいか、赤と、で3、4、5が白だと思ってください。で、設定する。で、 A さん、 B さんがいます。まず A さんが玉を1個取り出します。で、その後地味に大事なのが、取り出した玉を袋に戻さずです。これできれば、あの、確率測定に自信がない子に関しては問題文見るでしょ。で、紙になってるじゃん、紙にね、あるから、その時戻すか戻さないか書いてあったら、線、あと鉛筆にはシャーペンでいっぱい引いとけばいい、目立つように、忘れないように。これがちゃんと覚えておかないと樹形図ずれてしまうので、いいかな。で、今回は戻さないんです、 A さんの玉は。で、その後に B さんが1個引くと。で、その時に、これはルールになりますけど、異なる色だったら A さんの勝ちで、同じ色だったら B さんの勝ちだと。で、勝ちやすいのはどっちか、 A さんか B さんか2人とも同じかっていうのを記号で書いて、しかも理由も書けと、確率を使ってね、いいかな。でもこれは樹形図です、同じようにで書いていくと、まず1です。で、枝出します。で、戻さないとこが大事なんですけど、戻さないから1、1がダメなんです。まあ、上と同じような感じでこうなります。なぜかっていうと、これごちゃごちゃって袋に入ってる時に、これ A さんね、引きましたって、1をもし戻してしまったら B さん引く時また1あるからね。だからまた B さん1引けるから、だから戻すんだったら1、1は書かなきゃいけないの。いい？戻すんだったら。でも戻さないってことは、この 1A さん持ってるからね。だから B さんが引く時にはないんだよ、1が。だからこうなる。で、次です。まあ、さっきからね、ずっと言ってるポイントですけど、じゃあ2の時。さあ、2、1を書くかどうか、そこがポイントなんですけど、今回は書きます。
で、22は起こらないね。戻してないから。つまり、一番上の問題と全く同じ樹形図になります。ちょっと書いちゃうね。で、21が入る理由はそこで言います。31、32、34、35と。で、41、42、43、45、ラスト。あれ、これ入ってるかな、大丈夫かな。51、52、53、54、ちょっと待ってね。あ、全然入ってない。で、まずこれが樹形図なんだけど、じゃあなんで21が入るか。結局、1と2引いてるから同じじゃんっていう感じがするんですけど、これ、左側は A さんが引いたものです。なぜなら A さん先に引いてるから。つまり、1、2っていうのは A さんが1で、B さんが2を引いてるんです。で、こっちの2、1は A さんが2で、B さんが1を引いてます。同じものを結局引いてる。2つ合わせれば。でも、A さんがこれ、B さんがこれっていうのと逆。A さんがこれ、B さんがこれっていうのは違うことでしょ。だから書かなきゃいけない、これは。ってことで樹形図完成です。で、あとは、もちろんあいうをね、求めるのもあるんですけど、理由を書かなきゃいけないので、確率出しに行きます。で、どっちが楽かわかんないけど、待ってね、A さんと B さんだから、メモどこにしよっかな。これね、幅がすごい狭くなっちゃって。この辺に書こうか。で、A さんが、勝つのが違う時だよね。 A さん異なる時、ちょっとメモだよ、ごめんね。 A さんとで B さんが同じ色の時だよね。じゃあ同じ方が分かりやすい気がするからそっち行こうか。同じってことは、まあ、赤赤白白だよね。例えばここ赤ですってことは赤赤だからここ OK だね。 B さんちょっと塗りつぶそうか。でここもないから次赤赤ここか。でここから3で白のゾーンに入るから白白、つまり3、4、5の中で組み合わせればいいので3、4、3、5だね。でここも4、3、4、5で5、3、5、4か。これが同じ色の時で数えていくと8だよね。だから B さんは20分の8になります。20分の8で約分すると5分の2と。で、色が同じか色が違うかしかないから、結局まあ数えてもいいんですけど、結局残り全部異なるんだよ、色が。で、数えていくと残りは12です。まあ全部で20しかないからね、こう8から引いてもいいですけど、20分の12、つまり5分の3です。まあ5分の2だから5分の3って考えてくれてももちろん OK です。ってことは、どっちが勝つかっていうと、A さんのが勝つでしょ。なので、記号の答えは、まず、あになります。A さんのが勝つからね。で、それを、正しいことの理由を、2人の勝つ確率をもとに書こう。なので、まあ、確率書けばいいから、答えのところが多ければ、これ書いといて構わないと思うんですけど、さあ、これは入る。ちょっと待って、ちょっと待って。下、うん、ギリかな。A さんが、勝つ確率は5分の3、ちょっとごめんね、5分の3で B さんが、さてさてさて、ちょっともう一回確認していい？ B さんが、あ、ちょっと引くか。ごめんね、画面ちょっと引いていい？ごめんな、ちょっと引きます、ごめんよ。 B さんが勝つ確率は5分の2なので、まあ A さんの方が勝つ確率が高いとかでもいいですけど、確率をかけって言ってるから基本的にこれで大丈夫です。で、正答というか、その問題集というか過去問の正解に関してはこれだったんですよ。でも回答なんかちょっとわからないので、広いようだったらここも書いておくと安全かなとは思うんですけど、ちゃんとやりましたよっていう。ただ今回は記号と理由がセットで確か5点かなとなってるタイプなので、まあこんな感じで出しておくといいのかなと。だからこれあれだよね、ここをなしにしちゃうと勘でも当たっちゃうから3択で、だからまあこういうのつけてきたんだと思うんですけど、まあ出し方としては非常にうまいですよね。いいかな、まあこんな感じとなります。ちょっと最後ね、画面引いちゃって申し訳なかったんですが、じゃあ今回もね、ここまでまずね、ご視聴いただいて本当にありがとうございました。
で、確率ね、もう一本近いうちにも撮ってアップしようと決めているので、まあ多分近いうちにアップできると思います。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。